いじゃあ早速いきましょう、えー、主体的共同的な学びという感じでアクティブラーニング型で、えー、進めたいと思います3時間ぐらいの内容を1時間にばっとです、ね、詰め込んでい、えー、きたいかなという,ふうに思うんですがまず最初に唇、えー、を切っていただきたいのは、えー、留学から帰ったばかりの小林凜でございますどこ行ってたの 半年間イエール大学に行ってま。イェール大学ね、子、はい、連れで。ではい、その疲れと、それから昨日の四時半まで飲んでた疲れで。はい、す,すいません。ハスキーボイス声声が出ません。はい。はい、あのー、まずですね。はい、えー。ちょっと、テーマとしてね。はい。ホリエモンが、最近出した本で。もう学校いらないと。うん。ね、学校やめちゃおうと。 いうふうふに言ってるんですよ、はい、でこれについてどう思うかから、まあ、自分のやってることもちょっとプレゼンしてみて、はいはい、あの多分半分賛成半分反対って感じだと思うんですけども,あのもうは賛成という意味ではやっぱりすごく自由に自分のことはどんどん自分で学習できる人たち好きなものをつ追求できる子たちにとっては確かにもしかしたら学校いらないかもしれないというのは賛成ですただしじゃそういう人たちがどのぐらい人,人口の中にいるのかという時にやはり学校のあり方っていうのは問われてるのかなと思うんですねあの学校の の必要性があるんだと思うんですね。で今、多分、あの、先ほどね、あの打ち合わせで話してましたけど。 公立の学校とその私立の学校のあり方ってやっぱりすごく問われていてそのボリュームゾーンの公立ボリュームゾーンの人たちをやっていくためのやっぱり効率は絶対必要だねという話があってじゃあそれじゃない人たちに対して私立が何をすべきかっていった時に堀江さんみたいにこう本当に行かなくてもいいような学校に行かなくてもできるような人たちも自分たちでできる人たちは行かなくてもいいかもしれないしあるいは私役の中で私たちがやってることみたいにあの本当に一人一人のいいところ あの個性を伸ばせるような学校っていうのを作るっていうのもあの必要なのかなと思います、えっと、軽井沢インターナショナルスクールでは、えっと、何をやってますかあの全然知らない人が後でこれビデオで見るときに、はい、ちょっと小林凛って何者かなと思うといけないんで、はい、何を一番あの教えたいんですかね <laughs>、えっと、私たちの場合は、えっと、次世代 を担うリーダーを育てるということをやっているんですけえども3つあってやっぱり問いを立てる力を持っている人それから多様性を生かす力を持っている人それから困難に読める力を持っている人という力を培える学校を作,りたい作っておりますあの問いを自分で、ねはい、作るっていうことですよね,すね仮説を出せるっていう言い方でもいいのそううですね、うん、あのやっっぱりこれからっていうのは こう与えられた問題をうまく解くのではなくてそもそもどういう問題を解くべきかというところが自分で身につけられる人がすごく必要だという観点でああの竹中さんもよく言いますがクリティカル・ティンキングっていうです、ね、そうですすねねそう批判的思考と訳す人いるんだけど、はい、僕は複眼思考と訳してるんだけど誰かから何か言われたらいや左から見るとこういう面もあるんじゃないかとか、うん、右から見るとこうだとかそういうふうに多面的にこう思考できるって、はい、そういうことも含まれるの。 いすいません、本当に4時半まで飲んでたもんですから、すいません、せんちょっとね、これね、あの僕、確かめてみたいんですよ、えー、彼女のところの生徒がいるから、えー、井上君、井上翔太です、えー、親父は何やってますかはいそうですね、はい、ということで、えー、っと彼は今通っ、通ってんですよ、伊作に、ね。どうあの言っ ちょっとさ、校長がああ言ってんだけどさその、そうそれほどでもないとかさちょっと言ってみてちょっとどうなのよ。それ学べてるはい、アイザックで毎日新しいことを学んでて、えー、日本の僕アメリカのロサンゼルスに中学時代住んでたんですけどもそれともまた全然違う新しいアクティブラーニングを使った教育ばっかりで。えー 歴史の授業ととかかかはディスカッションばっっりりだったりとかあ歴史の授業で日本だともう知識をガン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 詰め込むんだけど、はいね、コロンブスは何年にアメリカ大陸発見しましたと「はいよいよ国が見えた」って覚えなきゃだめなんだけど、はい、そうじゃないのね議論議論。議論もっとなんか年号を覚えるっていうよりかは、えー、過去を学んでそれでもっと。 未来に何何が起起こるるかかかとかを考えたりとか、ね、今何で起きてるかとかえる例えばコロンブスがアメリカ大陸を発見した後にヨーロッパの世界観がどう変わったかとか、はい、そういうことだよねはい、はい、そ,れとそれとさなんか昨日言ってたのは面白いなと思ったのは寮に入ってるんだよねはい4<人>、えー、僕は4人部屋に住んでますどういうこと一緒に 一、えー、人がフランス人とフィリピン人のハーフで、えー、台湾人と、あともう一人が日本人です。はいわかりました、そういうその、常に刺激があ,の、はい、あるわけだよねそ、グローバルなんて言わなくても、身近にねはいじゃあ一応、100点満点で、うん <laughs>、何点ぐらいつける今の1 1年目かか、えー、点ですーかなこれはあれはあ 俺、これね、発言させるつもりを言わないで、で、打ち合わせた、もしかしたら。というか、明らかに、生徒の方が立派ですね、すみません、本当に、つむの、あのね、いい学校っていうのはね、すべてね、生徒の方が立派なの。もう私、そのためにあえてちょっと下げて、そういうことね、それであえて4時半まで飲んでたのね、では次行きましょう、長谷川君、行こうかな。 ねあのー、堀山は、もう高校はいらないと言ったというふうにもしあの仮定したら、どう、高校はいらない、まああのー、議論をね、一応、中等教育に限って議論したいのね、うんうん、大学がどうだとか、幼児教育がどうだとか言うと、もう教育の問題って本当にもう、ぼわっとなっちゃうし、さらに言うと、あの教育の問題って、批判し始めると、科学技術の問題から文化芸術の問題まで行って、相撲協会がどうだまでいっちゃうんで。<laughs> ちょっとその中等教育つまり中学校や高校に絞りたいんだけどどんなことを感じますかまあ中高で僕高校っていうなんか手段でなくてもいいんですけどやっぱ子どもたちにとっての学びの保障をどうするのかっていう観点では学びの機会自体は確実に必要だと思うんですね。ただ今の その公立学校っていうものに頼る必要は全くないっていうのがあの僕らの考え方で、まあ、今実際うちはあの発達障害のお子さんたちの支援をやってる会社で1万人ぐらい発達障害のお子さんが通ってるんですね今ウェイティングしてる人が5000人いるみたいないう状況になっていてでやっぱりまあ通常の中学校高校のまあ公立学校の中ではもう個別個別のニーズに対応していくっていうのは難しいんですねある種もう公務員組織のやっぱりこう延長線上なので個別に何か 特別なことをやるっていうのがなかなかできないと、まあ、学校に行けば行くほど自己肯定感下げてあのいつの間にか不登校になってたりとか中学生なんだけれどもほぼうつ病の症状が出てたりする方がいっぱいいるのでその子たちにとってやっぱり個別にあって心が元気になってその子らしいキャリアにつながっていくような教育をやるっていうのはあの、まあ、民間のこうセクターの方で頑張ってやっていきたいなと思ってますね。あの日本の現現場場でででははははねこれは別に教育現場でではなくてて社会では離婚も増えてますし虐待も もう確実増えてるんですよねでそういう中であの心理的に非常にダメージをあの小中学校で与えられちゃった子どもたちが中学を、まあ、かなり無理やり先生たちがもう支えに支えて卒業させたとしても高校で中退しちゃうとかねそういうことがもうどんどん起こってるわけだけどもでそれであのリタリコでは実際そういう経度発達障害の濃厚を持った子や不登校になっちゃった子に何やってんの何やってるからその会社としても伸びてんの 1、えっと、一つは言ってもやっぱり基礎的な読み書きや計算能力を身につけるっていうのは大事だと思ってますただそれを先生のやり方を押し付けてできる子できない子って分けるよりはその子の認知の特性ですね耳が聴覚優位なのか視覚優位なのかとかちょっと何か自分の好きなものに合わせて学びたいとかあのいろんなこうその子にとって効率的な効果のいい学び方っていうのがあるのでその子にとって一番いい学び方で基礎力を身につけるっていうのは1つとで一方で結構発達障害系のお子さんって偏りが あの好き嫌いに偏りががある子が多くてですね4歳から宇宙のビッグバンを調べている子があのいたりとかある小学校1年生の子はもうバッハばっかり調べてバッハは死ぬ直前に何を考えたのか知りたいって調べている子がいたりとかいう子たちはそこにはすごく興味関心があって記憶力もそこにおいては高いんですね。興味ないことは全く覚えないみたいなあのいうところがあって先生の顔もいまだに覚えられませんみたいないう子もいたりするんですで。その子たちはやっぱり好きなところををかしてその基礎力を 伸ばしててていいいくくく好きな道を見つけていくっていううののはすごく大事だと思うのでプログラミングの教育とかものづくりを今やっていて非常にクリエイティブなあのお子さんが多いですね学校の勉強だとバランスが悪くて駄目って言われてもそのものづくりやらせるともう3時間4時間ぶっ続けで集中してずべのけたこうロボットとか作っちゃうんですねあのそういうようなやっぱりこう好きなことをとことんこう伸ばしていった先に結果的にはこう基礎力をも伸ばしていくしさらに もっと自分が熱中できる新しいものを見つけていくような機会っていうのを今提供してますねやっぱ学校ってある種その標準化する装置のようなものなのであのそこから最,最初からちょっと規格外でもっとその面白い要素あの特色を持ってる子は最初から伸ばした方がいいっていわけだよねであの実際には例えば、まあ、ご皆さんもご存知のようにあの昔で言うアスペルガー 今あの自閉症スペクトラムっていうのに一緒になってますけどもあのプログラミングですごいあの天才が出ちゃうわけですよね、ビル・ゲイツは自分でそうだったって言ってるしスティーブ・ジョブズも多分そうだったしエジソンとかあアインシュタインもそうだったんだろうっていうふうふに言われてますけどもやっぱりそそのちょっとそういう方が出てるその、天才を発見するかもしれないよね、リ、うん、リタリコがやってることはそういう子はいっぱい来てますね。いいいっぱい来てるはい 非常に多いですよすごいねで、それでこの会社、なぜかですねこの普通、こういうマイナーな分野に目を向けてあの企業活動をやってもなかなかそのキャッシュが、ね、立ち行かなくなったりするわけなんだけど、えー、なんと、ね、去,年去年のこのセッションの前日かなんか一部上場を遂げましてですねすごいね、知ってましたちょっっとこれ拍手ですかやっぱり、ね これだけ社会的に、ね、意義のあることで本当にその一部上場まで持ってきてるわけだけどや,やっぱりその期待ははすすごい感じるは感じじるますねやっぱりその問い合わせの量もすごいですしなんかうちまは、まだ発達障害の子さんの教育始めて6年、7年なんですけどそれでもうすでに。 千人が待ってるんですよね最近面白いのはやっぱり新しい店舗を一生懸命出してるんです、まあ、教育を丁寧にやっていかなきゃいけないので新規の出店あの新しい校舎を作るのも、まあ、速度は結構限界があるなと思うんですねでそういう中で親御さんからの常に1対1のクレームは新しい店舗を出すのが遅いと最近親御さんが自分で物件見つけてきますからね <laughs> 自分で物件見つけてきてここがいくらでしかも値下げどこまでするっていうのを交渉勝手にしてきてあとは 長谷川さんがイエスって言えばいいみたいな <laughs> <laughs> いうところまであの交渉して持ってくるって親御さんが最近で4人ぐらい出てきたんですよねすごいそれぐらい実はもう行き場がないみたいな、うん、お子さん不登校でなんとか機会を提供したいって必死なんですよねでやっぱりその個性を伸ばしたいって親御さんって非常に能力が高い親御さんも多いのでそういうところまでやってきたりとかんなら自分の会社と提携してやりましょうみたいな <laughs> それちょっと私物化じゃないかみたいな <laughs> いうような方まで結構いますよ まあ長谷川君自身もさ、なんとなく高機能自閉症っぽい感じあるよね。と <laughs> か、ADHD の強かったでする、ね、よ<あ>うなね、はい、そうなんだあの、起業家になって突出する人ってさ、基本そういうとこないいや、多いですよ、やっぱり半分ぐらいの人って起業家って ADHD ですよね、もう注意、欠陥、多動しないうう、まあ、ナンバー破なんか絶対そうだよね。え 南場さん大変傾向が強くてあのすいませんこの場合ですねあの共通の知人の結婚式があった時に南場さんは ADHD だって結婚式にいじらしてもらったんですけどいや俺はあのねマッキンゼーでリクルート担当しててその頃ね激しくお付き合いしてたんだけどもう絶対この人は ADHD だと思いましたやっぱ企業かって絶対多いよな人ってそうですよねあの小林さんも非常に傾向が強い方ですよね会った瞬間に ADHD って言われそう。 もうめちゃめちゃ多弁だし早いし大体、うん、ミーティングすると忘れ物必ずしますから <laughs> なんか忘れていくみたいな <laughs>。 い堀江門だってそうだし茂木、はい、健一郎さんなんかも典型的にそうですよね、えー、ご自身で言ってらっしゃるけどね、うん、だからそれがうまくこうなんていうの環境コミュニティががう,うまく支えてあげると突出していくってことなのかな、はい、そうなんですよねで,よねでやっぱり例えば ADHD 系の人っていわゆる狩猟民族的ですね戦闘民族的な遺伝子を受け継いでる方が多いんですねやっぱ社会の中でも視覚優位でこう目で物を追ってってなんかチャンスだと思ったらパッと動いて違うと思ったら即切り替えれるみたいな<ー>そういう行動力や衝動的 農業社会に合わないの、ね、まさにで学校って結局ファーマー養成学校みたいになってるで村社会だからね、うんはい、とにかく行動力発揮したら怒られるわけですね想像的であったら怒られる否定されるっていうことの繰り返しなので馬に乗って駆けつけるタイプの人はちょっとやっぱりねそうなんですよね<ー>で今社会で活躍してる ADHD 系の起業家とかって運が良かったです あの学校は確実にフィットしてなかったけど一定容量が良かったり一定コミュニケーション能力があったりたまたま環境に恵まれていたことによって運よくそこまでいったからチャンスと巡り合えたとでも同じような才能を持ってるけど運が悪くたまたまそういう環境に出会えなかった人が非常にもったいなく精神病院に若くからこう入院してたりとかする方が非常に多いのでそこをやっぱりこう大転換していくというのをやりたいです、ね、ものすごくいい話でしたちょっとこれ拍手したいね。うん で、茨城さんきますよでね、茨さはキャリアを見るとね、まあ要するに、あれ、俺が出会った頃はさ、天満屋かなんかいなかったそうですね、あの、私も動くタイプ、私は最初の就職先で上司から、あなた、もう、できるだけ早く出世して、秘書がつくようにならないと、もう一生偉くなれないって言われましたあ、分かった、事務所に能力あんまないのね、あの、でも、ものすごいグローバルで、スタンフォード大学の m b a からさ、パリでね、料理人の資格、こがしまくってました。 これ見るだけでも ADH でいけたよね、それで、要するに帰ってきましたと、当然グローバルっていう感じの意識強かったと思うので、例えば知事とかになると、大体どこの知事もグローバル教育とかやるわけですよ、やりたいんですそのグローバルってどういう意味と僕なんか聞きたいんだけど、そういうところで、でもね、知事だから、小中学校、もう何百校とあって、その現場、べたっと見て。 いろいろ考え変わったりもしたと思うんだけど、その辺ちょっとお話、ものすごいギャップがあります。あの私自身こう世界で戦えるようにならないと日本は沈没するっていう思いで5年前、もう勝てるかどうかわかんない選挙なのにあえて。 この不利なことをしましまたでなんでかっていうとあの2つしかあのないというか2つに絞り込んだ公約のうちの1つ大抵は産業と福祉になるんですけれども産業と教育にしたんですで普通さ教育って票にならないから、ねはい、表にならない。ね。私はもうあの先輩から何回も、えー、言われましたいや教育言うのはいいけど票にならないんだよそもそも子どもたちは投票権持ってないよねと関係者誰もこの票にならないんで。 それを分かってても教育、教育、教育って言って一丁目一番地だって言ってで通ったのは運が良かったからなんですで,でそれでグローバル対応やるぞとか言ってたのに実際これどこの田舎もそうでしょうけど岡山の教育現場って全然違っててもうその皆さん方とはずいぶん違いますそのまず、まあ、たまたま岡山そうだったんです非効率がものすごいあれがひどい。100人子供100人のうち 1> 1人が毎年逮捕されちゃうで,、えー、で学校のうちいくつかっていうかまあ1割ぐらいかなはちゃんと授業ができないんですよもう数名荒れて騒いでるともう先生がそっちの方行っちゃってこの他の子はなんかポカーンとしてるみたいなだからもう生前にこんなになっちゃってるっていうことでいやこれちょっとグローバル対応とかともうえらい違うぞっていうことで。 はいもう全然違うところからスタートしました、警察の話も言っていいですか結局ね、教育の話をするのに、g 1のこういうメンバーだと、結局はね、息子、娘はどのボーディングスクールにいるかとかね、スイスがいいのか、スウェーデンがいいのか、イギリスがいいのか、そううですいレベル全然違うのよね、実はでも日本人全体のことを考えたら、公教育受けている人が8割、9割以上なわけだよね。だからそこのの現場話は大事 で、しかも、なおかつ学校が持っている要するにマイナスをカバーする方の力ね、はいはい、プラスの方の力じゃなくて、はい、引っ張り上げる方ばっかりをみんな気にするけど実はそのマイナスの部分をどうかしていくそこのところを、ねはい、で実際、そこで落ちこぼれてその悪い連中のリクルーターに引っかかるみたいな悪循環が起きているんですね。あの 本当に悪循環を野放しにすると犯罪が増えてそのあとのコス社会的コストものすごいわけなんですで私は悪循環を止めるということで,でまずやったのがもう教育現場これ先生がどうしようもない校長先生の言うことも聞かないあの怖い親御さんの言うもうだ誰もコントロールできないんだったら警察入れるって言ってで、えー、現職、まあ、警察 OB はいるんですよでも誰もあの抑止力になってないので現職制服警察官を 学校にあの厳しい学校に入れるっていうことをやりました、でえー、えそれどこの予算ではいそれが警察県警察が4000人いるけどそういう目的には一人も避けないっていうふうに言われてしまって教育委員会の方からはその教育現場の聖域にその国家権力は入れないって言って言われたんですけど、えー、県庁の方でこれも非常に異例なんです。県庁の方で 人を雇って県警に貸すからやってくれって言って県警の方はただで人が増える OK っていうことで,ではそんなことをやったのは岡山初めて、はい、だですはい私大事ですはいバカだからやってるんですであと教育委員会の方は若い人は今荒れてるっていうのはよく分かってる子育て中の人なのでそれで OK になりましてあの通常ね、はい、あの教員のプライドっていうのがあって、はい、もうとにかくその外の人が入ってくるのをん な、もう許さないと、はいはい、でつまり、その警察が入り込むっていうのは、もう自分たちの指導力がないっていうことを明かすようなもんなんで、はい、それはもう絶対こう譲れないところだったと思うんだけど、それを突破したんだよね。はい、で、ただ、実際非常に厳しいことになっている。あの20校に入れました。劇的に変わりました。もうあの逮捕する権限と義務がある警察官がまあ、別にその怖い。 ことをするわけじゃないんですよくるっと回ってるだけなんですよいやでも要するに制服制服着てるわけです、ねはい。で一、はい、<っ>年間でその対象校の非効率がまず半減しましたで四年間で県下全体の非効率が半分以下になりましたであともう一つ私一期目の四年間で岡山県の犯罪の発生件数が三分の1減りましたいやもう やっぱりそのそこがいろんなものの発生源になっていてだってそれ、ほっといたらさ、結局、向こう側の組織が組織化してきますよね、おいでおいでってってね、お前、学校で居場所ないんだろうと、家庭にもないんだろうと、ストリートにもないんだろうと、俺のところに来なさいよだよね、そこの流れを止めた、これはすごく大事っと実はでですね普通のの市町村も警察というのを雇ってです。 私服でスクールアドバイザーと称して回ってもらってはいるんです、岡山でででたんんそうししあままり機能せ僕のところはね和田中では、ねなんと元捜査一課にいた殺人丸を専門の人、この人は私服なんだけど、もういるだけで目線が鋭くて、そういう人ならね、杉並で一番悪いやつ、ちょっと一番やんちゃなやついたんだけど、この人が横通り過ぎると、あっ、おはようございます <laughs> でも通常は確かに抑止力ないよね、はい、だから制服がもういるってこと荒れてる学校に突っ込んだわけだよね、はい、そうですかそれで収まっちゃったっていうことです、ねはい、いやあの本当に私は視察バンバンやるんですけれどもこれはまずいなっていうところ2年後に行ったら本当に普通の,あの田舎の 純朴な学校に変わってました。すごいね。あのいじめの問題でもね、結局教員がそうなんとか自分の指導力でなんとかしたいって言っで頑張ってるうちにもう収まなくなっちゃうわけなんだけど、僕はあの要するに何何度も暴力があったらそれは傷害事件だと。だから金をせびるのがあの複数回あったらこれはもう金銭の何これだ騙し傷まあ傷害だったり何事件あのでもあの これよくあるのがあの私があの入る前にその、えー、学校で女の先生がもう本当に悪に殴られて骨折をしたのにそれを報告するといろんな人に迷惑がかかるので自分で転びましたって言って、えー、教育委員会に言わないで,そのでも、クラスのみんな学年のみんな何が起きているか知ってるんだけどその,、えー、その悪い子のお父さんが非常に怖い人なので,でもう校長先生もあんまり ててててくれるなって言っ言そのままになってるでそれを見てる子どもたちどういう教訓を持って中学を卒業するのかっていうのもあの、ね、要するに世の中支配してるのは校長先生でも師匠でもなくってあのいや,いや,いやさんだみたいなことになったら本当に残念な話でもうとにかく法治国家なんだから、うん、っていうことですね。 ごめんさっき俺ちょっと忘れた、そのお,お金をゆすったりなんかしたら、事件ですよねそれで、はい、暴力があったら傷害事件ですよね、その2つについては、はい、もう傷害事件、恐喝事件で、はい、もう警察に売ったりしかないと学校の中でも、うん、学校の外でも全部、それはもう、はい。 僕はそれで切っていいと思いますね本当、はいうん、それそれ以外のもっと軽いものについてはね一生懸命その先生たちが頑張ってるんですよ,ですよ実際ね、はい、で先ほどの話も自分が怪我したけれどもまあ相手もちょっとしたことでまあ、要するに確信犯じゃなくちょっとしたことでちょっと勢いでなっちゃったんで,、ままあ、そ,でその場合は隠してそれは別に隠蔽じゃなくね、うん、隠してその親にもそんないちいち言わないようにしようっていうのはあることなんですよ、はいはい、日本の六十万人の学校の先生特に公立の先生たちってそういうところで本当頑張ってるんで これはあの僕、この数年間あのまあモデリタルタさせてもらって初めてねあのこの場でそう,そういう,こう学校の裏側というかねあのマイナスをその抑える、はい。 あの学校というのがいかに日本の安全保障を支えているかというようなことになったんで、本当にありがたいんだけど真面目に頑張ってる先生を、我々ちゃんと支えてあげなきゃいけないでその、もう何とかやってトラブルにしないでねっていうんじゃなくって、必要なサポートをあげると、本当に頑張ってくれる人たちだと思っていますはい、はい、いい話聞きました、はい、拍手ですか、これは。 ここまで盛り上がってどのように締めてくれるかですね、これは中室さんが、えー、まあご存じだと思いますけれども、えー、学力の経済学、えー、ものすごくいい本で今、何部になったら ?30 何万部だよね。ねえー、で、あのまあ、エビデンスというのが非常に大事だと教育ってあのすぐ観念論になっちゃって批判する人たちもみんな、べき論理想論、机上の空論 でそれに答える人もべき論、空論あのでやるんでおかしくなっちゃうんですよね、でやっぱりエビデンスできちっとそのデータが出てるところで語りましょうよっていうのをずっとやってあの今、財務省と文部科学省の間で取り合いになっている准教授でございますがちょっとどうですか、高校、いらないんじゃないのみたいなそういう命題に対して、まあ、あの好きに答えてくださいはい。はい ありがとうごござざいいまますす慶応大学の中室でございますあの堀江さんがどういう意図で学校はいらないっていうふうにおっしゃったのか私はちょっとよく理解してないんですけど、まあ、やっぱり学校のの定義にによるのかないいう,ふうには思いますでこれエビデンスでも何でもないので私が語るようなことじゃないかもしれないんですけど私がちょうど大学を卒業する時にあの当時あの評論家でもあられた江藤淳先生が慶應義塾を体感されましてその時のの 体記念公園で江藤先生が我々におっしゃったのは教育というのは人が人を教育するのであるとしたがってカリキュラムが教育するのでもなければ制度が人を教育するのでもない人が人を教育するのであるっていうふうにおっしゃって私はその教育の原点というのはやはり人が人を教育するものだというふうに思っています。そそのことととをなななぜそんううに考えるかかいい先生がおっっしゃったからというだけではなくて 2017年にパブリッシュされた非常にインパクトファクターの高い論文の中にコーチングに関すするるものがあるんですねでスポーツのコーチってありますよねエグゼクティブコーチングとかっていうのもありますけどこのコーチングが最近教育の文脈で重要じゃないかっていうふうに言われてるのでそのコーチングというものを、まあ、どういう効果があるかということを測定した論文なんですけどこうランダムにこう3つのグループに分けて、まあ、1つは 1on1 ンンンのコーチングをやりますと。 で一つはオンンンラインでコーチングをやりますでもう一つはこうテキストメッセージをこう送るっていうね内容は同じなんですけれど機械がやるのと人がやるのでどう違うかっていうことを見たんですよね。でそうするとやっぱりワンオンワンのコーチングにしか認知の面でも非認知の面でもまあ効果が出ないというわけです。リマインドをテキストメッセージで送るのでではは生徒はやっぱり反応しないんですよねでこのコーチングには多分いくつかの,そのコンポーネントがあって目標設定とか あるいはその目標管理、まあ、工程管理みたいなのもあると思いますしまあ、あと動機づけですよねで最近の研究ではやっぱりコーチングの持つ本当の役割というか最も重要な役割は動機づけだっていうふうに言われていて、まあ、頑張れよっていうふうに声をかけてもらう人に声をかけてもらわないと多分生徒のやる気は上がらないんだっていうことなんだと思います。で同じ研究ののの中でその著者らがやっっぱり言っているのは コーチングの非常に重要なそのコーチングがどういう場面でやっぱりうまくいくかっていうことを考えるとやっぱりプロアクティブなものでなければならないし、まあ、さっきの長谷川さんの話とかぶるかもしれないですけどパーソナライズされたものじゃないといけないいいとけ人に合ってるものじゃないといけないということとあとはやっぱりレギュラーなサポートが必要だっていうことの3つなんですよね。なので私はその学校という場じゃないところでプロアクティブでパーソナライズでレギュラーなサポートが可能な場所があるんであればそれはそれでいいのかもしれないと思います やっぱり学校というのはその意味においてはその3つがうまくこうあのやれる場所なんではないかなっていうふうにも思っていますでその延長でねあの、まあ、最近 N 高だったりですねもちろんあの老舗のクラーク国際があの野球チームが甲子園出るようになっちゃったりなんかしてそ,そういうところで発展してるんですよね結構。 であのフリースクールって別にあの全然もう昔は学校に通えない子みたいな感じで恥ずかしいみたいなとこがあったと思うんだけどむしろ今芸能人だったり、ね、あのスポーツにかけてるやつが、えー、もう要するにネットで、えー、レポート出すだけで、えー、学校卒業の資格も得られるしいいじゃんということで積極的な利用も増えてるようなんだけどそそこの可能性はどうですか、うん、そうでですすかね私も通信制高校は一緒に研究している先がいくつかあるのであの驚くべきことに通信制高校って全体のこう普通科の高校 高校の数が減っててくるる中でで増えているんですよね今だいたい20万人ぐらいの子が通信制の高校に通っていると思うんですけれども通学生じゃない通信っていうのは年間3日とか4日ぐらいしかスクーリングがないので、まあ、3日とか4日しか実際その,の学校に行くっていう機会がまあない。 あとはそのオンラインでやったりしてるっていうようなことなんですけどあの私この人たちほどパーソナライズでレギュラーなサポートが必要な人たちっていないんじゃないかなっていうふうに思うのでその,あの対面でのワンオンワンが難しいそのコーチングのエッセンスみたいなものをこう通信制高校の中でどうやってこうあの活用していくかみたいなことは今の私の,その研究上の一つの大きな課題ですね。それで一番あの大事なところはその どうやってその先生という人間の良さでやる、まあその101のこう動機づけみたいなものどれほどこう混ぜられるかみたいなね、うん、だから要するに全部じゃあオンラインでやればいいじゃないと、オンラインで最高の先生が教えるその授業を選んで、その子その子にあ選ばれたカリキュラムで、ね、えーうん アダプティブラーニングで、ね、やればいいじゃないっていうふうにすぐ頭のいい人は考えるんだけどでもそこにちょっとした人間的なフォローだったり動機づけだったりそれからちょっとチェックとか評価とかそういうのがやっぱりこううまく混じらないとダメなんかなど,どう思えるの完全オンラインでできるのかひょっとしたらティーチングの部分は機械に置き換えられていくんじゃないかと思うんですよねスタディサプリでよくないですかでそうなんですけどコーチングの部分を佐藤雅良さんもあれで勉強してるらしいよ <laughs> でコーチングの部分をやっぱり人がやらないといけないんだっていうふうに考えるとそのティーチングとコーチングの中でどこまでを機会がやれてどこまでを人がやらなきゃいけないかっていうことをやっぱり考えていかないといけないなそうだよね。でコーチングはこれ別に教員免許を持ってなくてもできることなんでそのコーチングの部分でどうやって先生以外の人をこう,入ってもらうか実際母親父親やってんだもんねそのす。ね、おっしゃる通りですね、うんうんうん、はいえっ、ー、とりンさんどうぞ あとはそう学校の場のにおいて先生から学ぶだけじゃなくて生徒間の学びってものすごく多分重要なんじゃないかなと思うんですね。さっき翔太君言ってくれたけども私たちも170人の生徒の中にも58か国でしかもこう国籍が多いだけではなくて70%の方々に奨学金出してるんで本当にたくさんのものすごくダイバースなあのまあ生徒たちがいる中でやっぱ生徒たち同士の学びがものすごく大事例えば今ミネルバ大学ってねあの今世界中で最も入りにくいと言われている。 大学がありますけれどもあそこはそのティーチングの部分は完全オンラインで学生だけ今普通大学でオンライン化っていうと学校の大学の授業を発信する側だと思われがちなんですが逆で先生は世界中にいますとで先生だけはコールインしてきて学生が寮にいる。 大学はもう寮だけでいいと、その中で学生のディスカッションの中から学ぶことが最も大事であって、あとは先生なんか、オンラインでいいんじゃないかっていう発想があるように、やはりその生徒同士学生同士から学ぶことはすごく大事なんじゃないかなと「思いますよねあの天才」っていう本の中で、僕、たびたび引用するんだけどもあの、才能とか資質、持って生まれた才能とか資質ってよく言うじゃないですか、みんな。だけど、実はそうではなくて、コミュニティが育てるっていうね。 コミュニティがどのようなコミュニティに属したかってそのコミュニティが例えばもう本当に3歳からアイスリンクでずっと連れてかれてフィギュアだったらそれは育つんだろうけど、うん、という話あるじゃないですか、はい、どうも、うん、いやそうですよねあの私たちあの、ね、学生あ生徒さんに私たち学校説明会の時に私とかは立たないんですよもうすでにで生徒とかあるいは保護者の方に立っていただくんですけどもあのもう何が一番勉強になりますかって言ったら。 寮生活ですみたいな何が一番苦労しましたか寮生活です <laughs> あの学校の学くはどこにあるんでしょうみたいな本当にあのやっぱり4人部屋で全く違う出身の人たちと一緒にいるっていうことがダイバーシティっていうことを大冗談かなるよりもよっぽろ多分どうですかね。 君はい <laughs> はいわ、はい、かりましたまえっと今ねあの中室さんがちょっと提起してくれたあの先生っていうものがこれからどうなるのっていうのを、えー、もうちょっと考えたいんですでそれが結局学校がこれからどうなるのあるいはどうなるべきなのかっていうことを規定してもいくんでちょっとそこでアクティブラーニングタイムを設けたいんですよここから10分ぐらいは私がやる世の中の授業のような形でブレストとディベートっていうのをちょっとやってみたいのねいい えー、ではいいですかまずねちょっと頭を柔らかくしてもらいたいんです今ね一方向からの情報を皆さん多分その整理するモードの頭だと思うんです例えばノート取ってる人は絶対そうなんだけど123とこう書きますよねこれって情報処理能なんですよ情報処理能を情報編集能に左から右にかっちゃんこと振ってもらってもっと 周囲の人と脳をつなげて脳をつなげて自分の脳を拡張してもらってでいろんな仮説が出る脳になってもらいたい情報編集脳ね処理から編集で、えー、2つちょっとワークをしてもらいます1つはですね、えー、AI ロボットの未来 AI ロボットが社会にどうあの入り込んでくるとどういう仕事が変化するかっていうのをちょっとあのイメージしてもらってその次に教員の仕事がだったらどうなるかっていうのをちょっとやってもらいたいんですがまずですね えー、AI ロボットが入っていって、えー、人間の仕事がなくなった非常に明快な領域がありますそれは駅の改札ですよね,ね、えー、改札で、えっと、物理的に切符切ってたのを目撃したことのある人はいこれね高校生微妙なんですよ中学生はもう知らないです今の中学生って自動改札以降ですからねあの人種が違うと思ってくださいで、えー、いいですかここでねちょっとブレストしてもらいたいのは次に 面白いからね絞りましょう、テーマを、鉄道の会,鉄道会社で、ね、鉄道の仕事で、次になくなるのはどの仕事か、次にいなくなるのは誰なのか、改札はいなくなりましたよね、見事にね、10年か20年で、次にいなくなるのは誰なのかですね、えー、運転士なのか車掌なのか、あるいは、えっと、ホームにあるコンビニのおばちゃんなのか、掃除している人なのか、運行表を作ってる人なのか、それともえダイヤを全部コントロールしている人なのか、とうとう、 ねえー、列車洗ってる人なのかそういうことをちょっとすごい1分半ぐらいで1分半ぐらいで人その3人から5人三人から五人バッとこうねがん首寄せて脳をつなげてで、えー、脳を拡張する自分のねそれでブレストやりますでとにかくこれで大事なのは人の意見絶対に潰さないこれが1位もう1つあるんです最初の1週ね思いっきりバカなこと言って思いっきりバカなこと言わないとクリティカルシンキングにならない。 要するに今の情報処理モードのままやっても何か正解を当てようみたいな感じで面白くもなんともないのなのでガッチャンコッとするためにはバカなことを言わなきゃダメですバカなことを言って相手に受けようみたいな感じいいですか1分半ですいきましょう321はいどうぞ <laughs> ではちょっとせっかくだからさしてみようかな、はいでは 文部科学省からスパイとして送り込まれた坪田君、どうぞ、<laughs> 何がなくなる、<laughs> 次、めばどうか電車がなくなる、はい、もうすべてだから、すべての仕事が電車なくなる分かった、はい、拍手ですね、はい、はい、ありがとうございます。<laughs> これねあのまあ、知っている人も多いかもしれませんが、オックスフォード大学と野村総合研究所がやった調査、あるいはハーバードとかがやった調査でも、あの線路の上を走る列車に運転士いらないんじゃないのと、でもちろんあのフジテレビのそばとってあの、ゆりかもね、あれ、開業当初から運転士いませんよねで、えー、それに対して車掌はどうかということを本当に議論すると。 人間の仕事として何が残るかっていうことの本質が出てきますこの,この議論をずーっと真面目に続けていきますと人間とは何か人間の仕事とは何かっていうのは運転手と車掌だけでも、ね、あのかなり対比が出てくるんですすごく深くなるんですちなみにちょっと余計な話なんですが僕は今度3月に JR の幹部に研修やるんだけどすっごい面白いことを JR の幹部から聞きましたあのね もうとにかく自動運転になったら、ね、運転士、山手線だっていらなくなるんじゃないですかみたいなこと聞いたら、なんと答えたかですね、藤原さん、もうほとんど自動運転ですと、もうとにかく発車するときと止めるときぐらいしかなく、あともう速度とか、ほぼコントロールされてんだと、ところが運転士は当分いなくなりませんねと、なぜですかと聞いたの、なんでだと思います、皆さん、これだって事業にしたいぐらいなんだけど、つまり何かあったとき、責任を取らせる存在が必要だってこと。 おそらく日本人は AI が遅れましたなんて言っても納得しない誰を辞めさせるのよこうやってあの謝る人ですね謝る人型ロボットではもうだめですね謝りロボットとか作ったらね受けるかなと思うけどだめこれ面白い話ですね、まあ、でもねもしね鉄道会社が運転士が先にいなくなって車掌が残った場合対外のてっちゃんの小学生って運転士に憧れて鉄道会社入るんだよねこれショックだよね入ったら 運転手いいななかったみたみね、はい、もう一つじゃあやりましょう、もう一つ、次は本題です、えー、先生の仕事ね、これ10年後、20年後残りますかと、わざと2030年というふうにしましょうか、2030年でも教師の仕事、先生の仕事ね、教師の仕事ですね。 学校の教師の仕事が残っているのか、それとも AI 型のロボットに置き換わっているのかですね、これはディベートでいきたいと思います、2人組んでいただいて、2人組んでいただいていいですか、2人組んでいただいて、前後ろでもいいんですが、なるべくこう2人組んでいただいて、こちら側の人は、いいですか、はい、先生は残らない、ロボットにやられる、ね、AI 型のロボットって、だってアク,ティブあのアクティブラーニングどころか、アダプティブラーニングできるんだから。 たぶんその子にとってのカリキュラム出せますからね、英語なんかも置き換っちゃうんじゃないのってことをガンがン激しく言う、で、こちら側の方は、そうじゃない、人間としてのこういう特性は絶対ロボットには変わらないとか言って、現在の、これ、たぶんこれを後で見ることになる先生たちの弁護団ですよ、ね検察側と弁護側。 でちょっとと激しくリベートしくベトてもらいたいと思いた思ますでこれも1分ぐらいしかあげませんので、えー、とにかくもう変わっちゃうっていう方から議論しかけてって、でまあ、3人でやってもいいと思います、でとにかく3人の場合、私あの一度高校のルールは、真ん中の人は議論を聞いていて、弱い方に味方するっていう、そういう、ね、これ道徳の授業でもありますので。 ということでやってもらいたいと思います。いいですね。分かりますよね。でもう掴み合いの喧嘩になっちゃうぐらいがいいと思います。行きましょう。三二一、はいどうぞ。<laughs> ではちょっとアンケート取ってみようかな。もうあのパパネラーもやってますけども。 えー、当初ねあの、自分の感覚的な意見ってあったと思うんですよ、で今の議論を通じて、自分がまあ逆の立場になった人もいると思うんです、実は逆の立場になった方が思考、思考は深まるんです、で、えー、やってみて、考えが変わった、考えが変わったって、ちょっとやめてくださいはい。 すごいよねこれはもう10人ぐらいいるんですよこの会場であのこれが大事なんですねあの日本の教育現場ではディベートというのを今までほとんどやってませんで、えーまあ、フランスなんかだともう1年生小学校の1年生からやるんですけどディベートってなんか日本の学校の先生って勘違いしてて「ことを荒立てるのはどうか」とか。<laughs> ね、人間関係が悪くなるんじゃないかとかそういうふうになっちゃうわけだけどそうじゃないんですよね要するにあ新たな視点を獲得するあるいは視点がこうだったのがこういうふうに高くなる新たな視,座視野視線 というののは得るるためにやるものなんでそういう意味では考える技術の一つ、自分の考えを進化させる技術の一つ、先ほどのブレストとディベートっていうのが二大手法だと思います。で、そういう意味では、もう皆さん今体験していただいたわけですけれども、これが今度の指導要領の変更に入ってきます。実は7日、来週の水曜日かな、に、もうマスコミには配られていまして、高校の新指導要領、 があのオープンになりますから、7日か8日に、多分新聞とかに載っていくと思うんですが、この中で、えー、高校の目玉として、総合的な学習の時間っていうのが探究型になるんです、総合的な探究の時間、それから公民の時間に公共っていうのが増えます。 でこの特に総合的な探究の時間にあの、まあ、世の中でやっていたこういうブレストやディベートのようなあの英語をその載せないのが指導要領の,あの,、まあ、あのポイントなんで、えー、日本語で出てきますけれども、まあ、これ抑えられているというふうに言われています今はちょっとあのはっきり言えないんだけど言われていますでつまり考える手法ですよね世の中でやってるのはこういうクリティカル・ティンキング考える手法を教えてるわけなんでそういうことはやるべきだっていうのは文科省が初めて突っ込んで 教え方にまで突っ込んで、それを書いているので、僕はこれからまあ教科書にも、あのこういうテーマ、こういう議論をや,や,り,やりましょうというのをまあ載せようというふうにしているわけです、ですから、あの国も全然動いてないわけじゃなくて、僕、20年前からこの運動をしていまして、ぐーっと、すごいゆっくりですが、すごいゆっくりですが、動いていて、2020年代を通じて、多分変わってはいくとは思う。 という感じですね、はい、では、えまあ、そういうゆっくりとした動きなんですが、ちょっとあのもうちょっと発言してもらいたいんで、ん、えー、ちゃんい,くかい,いらない、もう発言もう十分し終わった、どう今のそこにちょっと意見していいですか、どうぞやっぱり、そもそも国が何を勉強すべきかっていうのを決めてる時点で違うんじゃないかなと思っていて、でしかも今は、すみません、桃花社さんの前にあれですけれども、しかもた、何年間に何単位、分単位ですよ。 分単位で決決ままっって何をしなきゃいけないって決まっていいけとるそれが本当にこれからの AI 時代のあ違います、ね、AI 時代に自分で考える人を育てるという時に全員クッキー勝ったでいいのかなと思うのでもちろんそれが入ってくるほうがいいと思うんですけれども、それを国で全員にやれというのが違うんじゃないかなとむしろ学習容量も学校設置基準何平米必要とか全部決まっているあるいは免許制度。 先生もこういう免許を取らなきゃ教えられないとかそういうものを自由化していくことの方が本来これからの時代に必要な人材がまあ教室はこれぐらいの大きさじゃなきゃいけないとかそれはあの貧しい時代から学校というあの設備もなかった時代からこういう標準でっていうことでずっとこう立ち上がっている時期には必要だったけどもういらないかもしれないとただ指導要領については各諸外国から水前の的でああいうものないわけです中国なんかなかったわけですよ。だかかから年年生とか3年生とか5年生とか っって言って言も小学校のね何習,習ってるか分かんないしほとんど読み書きもできない子もいたのそれを日本の一生懸命真似して作ったりアメリカでさえも州で日本の真似して今指導要領を作ってるんですよだからそういう意味ではちょっとね1割と9割の,あの話をちょっと分けないとトップ1割はもっとクリエイティブにっていうのは分かるんだけど9割もしくは7割はえとある種の基準ないともう本当にその格差が出ちゃって。 自治体ごととに格差が出ちちゃってっててううそれはちょっとどう思う全くその通りだなと思いながらですからもうその,あのこういうレベルの人たちにそんなガチガチにやるのは本当にもったいないし申し訳ないし、えー、さっき私が直面したような問題の時にはやっぱりある程度これでやろうということでガチっとなってないとむしろ困るっていうことはありますそ,その真ん中の真ん中の少し上のほうにあるじゃあ、えー、と品川女子学院のウリスさんに聞いてみようか。<laughs> ええ えー、偏差値番外だったんですよ、昔ね、偏差値38あ、表に載ってなかったんね、ねそれ、なんかね、品川辺りで活げしてたりもしたんで、それは言っちゃまずい、それは言っちゃまずいです、でも渋谷教育学園渋谷だって、渋谷女子って怖かったんだぜ、それが今やすごい受験校で、東大とあのアメリカの大学受けて、東大蹴って向こう行っちゃったりしてるんだよね。 すごいよねで、まあ、それはともかくどうですか指導要領とかか教科書っていいらないですか私はなくてもいいと思うんですけどあのやっぱりバランスで本当にそれがないとできない先生も地域もあるのであっていいと思うけど自由度があっていいと思う、うん、<laughs> 今結局ね特例校みたいな感じで申請するとほとんど届け出が取っちゃうのだから一応基準あるんだけどえー 法律でさえももっとそれをあの超越してやってもあの文科省的には起こらないです全然え。だって一条高校もそうだし、えっと私もそうだったから。というようなことでみんなそのなんていうか忖度しちゃって守らなきゃいけないというふうに思ってるんだけどだって指導要領って罰則の規定ないもんね。 というようなわけで、あの実際には学校と言いながら、あの指導要領を逸脱して、もっと進んだことをやってたり、それから教科書もあの自由に選択してっていう私立はいっぱいありますよね、でそれはもうちょっと豊かに、だから今、1割そういうとこあって、あと9割が標準っていうのを、3対7ぐらいにしていく。 あの自由度をそうか割1割から3割ぐらいに上げていくだけで日本の社会ってだいぶ変わると思うんだよね。はい、ということでその中でそこでやっぱり役割を果たすのは僕はどちらかというとあの文科省がとかですね学校がとかいうより民間民間の切り込みたい。 がやっぱりあの活躍もっともっとすべきだと思うんですよ。あの学校教育をある意味こう三割ぐらい崩していく全部崩されると結構大変なことになると思うんだけどどうその辺あなんか言いたいことがまた出たはい少しおきてきました、はい、すいませんおさお酒が抜けてきましたもう終わりないごめん あのちょ,<が>ちょっとあと7分なんでそれ 1>, 1分でし1分でいい。学校を始めて最近月に1回ぐらいは学校を作りたいって相談に来る人いるんですよ。そういう時代になってきたなっていうのはすごく学校を作ってみてよかったなと思うことですよね。 あそういう人たちは増えてるよね民間から学校って作れるもんなんだってああそうだよねでちなみにここに、あのー、2,000人ぐらいいるんですが前に、えー、ここの中でと学校自分で作りたいもしくは塾でもいいけど実際参戦しようとそういう教える側ねそっちにあの要するに文科省を批判したりその学校を批判したってしょうがないとね、えー、自分でちょっとお一歩踏み出ようっていうような気持ち持ってる人ってどれがいいのちょっとやってみて。 うわ多いわ,うわ1割超えてるよねこれ2割200人200人超えてるねこれは大丈夫だねこれなら大丈夫だねで、えー、それじゃあその民間のねあの可能性っていうことを含めてちょっとやっぱ長谷川君あのもっと今考えてること次にこういうことやってやるみたいなのもちょっと話してくれると嬉しいな僕全体としてどうその多様な教育 システムにこうそれを推進するのかうそでいくとセンター試験自体を廃止するってこともやりたいし一方で多様な学校自体を誕生させようというふうに思った時にリンさんさっき言われましたけど学校設置基準って非常に厄介なものがあってこれ私学審議会っていうものが実質的な審査まあ既存の私学の理事長たちで審査をするとで東京都の審査基準の第2条に書いてあるのは既存の私学と競合しないことって書いてあるんですね既存の私学と競合しないことっていう設置基準に基づいて 理事長たちが判断するって仕組みになっているのでこの辺のルールを変えていくというのは、えー、制度的にやりたいと、えー、思っているところです。で一方で 稼げる大人を育てるにはっていうふうにある中で今まあその初等、あと中等教育ですねで大学に進学する人っていうのは子どもたちのうちの40%ぐらいです60%は進学しませんとで彼らに対してどう魅力的なそのキャリアが提供できるのか、えー、っていうことを考えていくとこの高校生の就職活動ってのは非常に難があってです、ねね、一社一社制っていうのがあって1個ずつしか受けれないんです。 一社受けて入りますか入りませんかで、イエスの下してからしか二社目は受けられないんですね。で、ある種昔の大学みたいにもう、 研究室からの推薦しかありませんみたいな。高校で授業態度が良かった高校の先生に気に入られた人がきちんと高校からの推薦枠で行くみたいな。で推薦だから一個受けてちゃんと真摯にやってねって形になってるので、ここをオープン化していきたいというふうに思っていて、今学校の先生が就職の責任を負ってるんですね。無理ですよ。学校の先生の90%は一般企業で働いたことありません。 よく分からないんです企業で働くっていうこと活躍するっていうことそこに民間が入っていって高校生たちの魅力的なキャリアを作っていくっていうのをうまくやっていきたいっていうのが今思っていることですなるなほどあのつまり進路っていう言い方をするんだけど、はい、そのキャリアの部分については例えば複数校を担当してあのアウトソースしちゃうみたいな、はい、そういうイメージまさにですねねそれはあり得るよ、ねはい、できると思いますで実際にこの前、うちが応援している会社が YouTuber を使ってプロモーションして高校生集めたら1万5千0 0人エントリーしたんです。はい あのね、もう一つ、ちょっと、はい、あの情報を与えておきたいんだけど、ええ、実はね、DMM.com の亀 DM 山社長が最近見つけた会社でそれを応援している会社ね、その社長に俺、会ったんだけど久世君っていうんだけど発射台って会社なんですよ、はいはい、これね、何かっていうと、えー、全国の、ねえー、ヤンキーを集めて都,都会に集めて研修かけんだよね。うん で3ヶ月とか6ヶ月研修かけてそうヤンキーでもそのままあっちの方面行っちゃうやつもいるんだけど7割8割方はそうじゃなくてまともになりたいとどっかで思ってんだよねでそれをスーツ着て営業とか販売とかそういう普通の仕事につけるための,あの合宿をね都会でやってんだよね発射台あれ,あれ可能性あるよね,ね全国の,あのヤンキーのヤンキーインターンっていうのやってるんですよ。<laughs> これ俺は可能性あると思っててでこの間、えっと、性能の田口さんに言ったらもう即紹介してとそういう感じ、ねあのいい,いいと思ういやめちゃめちゃいいと思います、ね。可能性ああるよねねれ<で>大学受験にたまたま会わなかったけど優秀な学生っていっぱい高校生でもいますからあそか例えばプログラミングぐらい明確なスキルがあったら別に高卒でも採用する機会増えてるんですよねそうじゃない職種に関してもっと開拓の余地があると思っていあれさ、だからあれを徹底的にやっていくとね、はい、もしかしたら地方の大学って存在意義ないってことがばれちゃう,う 実際になっっっててていいいくくと思ます大学行必要あのかうだ半分はれぜ半分は本当は潰していいわけよ。でそれがもうやられちゃうんじゃないかな発射台が本気になった俺も応援してやろうと思ってんのそうなんですねんか別に大学行かなくたって十分魅力的なキャリアが実現できるうになったら行く意味もなくなるし高校3年間って無駄じゃないですかセンター試験のつまらない試験に向かって3年間無駄にするとせっかくの頭柔らかい時期みたいなよし時期に出口にさ 出口に優良企業がばーっと並んでいればねそっちの方が魅力的だよねまさにまさにそうそう <はい S 1> あの中村さん中村さん実はえまあまあいいや中村さんは何かちょっと一言最後にするじゃあ <はい S 1> あと1分よあの私稼げる大人を育てるってすごい重要な目標なんだと思うんですけど公教域の中でこの稼げる大人っていうのって結構タブーなんだと思うんですよね金句だと思うんです私調査してる学校で1回言われたことがあるのはあの調査者例を出したいっていうふうに言った時に あのそれはやめてくれと要するにお金で何かをするっていうことはダメなことだっていうふうに子どもたちに教えているからあの学校教育の中でお金の話をしないでくれっていうふうに言われて顎が外れそうになったことがあるんですよね。で そのお金を稼ぐってあそのアーニングケーパビリティを高めるっていうのは教育が投資である以上は絶対に必要な考え方なんだと思うんですけどやっぱお金の話をするのはダメだっていうことになってるもちろん我々もお金のためにすべてをやってるわけじゃなくて寄付をすることもあればボランティアをすることもあるけれどもやっぱり家督能力をあのきちんと身につけることってすごく大切だと思うんですけど、うん、まあそれがちゃんと学校の中で行われてないっていうのはやっぱりすごくよくないではるんですけどそれ大事です あの実は中室牧子さんのお父様は奈良市の教育長でございまして私のビジネスパートナーでございます、はい、知ってた人もいらっしゃるかもしれませんで最後に、えっと、質問の正しい取り方を今からお教えしようと思います未来の教室ではこのように質問を取らなきゃいけないってやつね何かっていうとね質問ある人って言うじゃない。 G1 だ,だったら何十人と手上がるけど普通教室だと大体成績優秀時で小学校から手上げ慣れてる5人とそれから目立ちたがり屋の3人ね <laughs> まあ大体皆さんがそうでしたよ <laughs> で「はいはい」とか言ってさ指すとさ「えお俺微妙!」とか言ってさ <laughs> そうそういうで8人ぐらいが手上げてあと32人は苦習なんですよ要するに脳が止まるのねそうじゃなくて全員の脳を動かしたままやるのがアクティブラーニングなんでこういうことです私たち誰にででもいいんですが 一つの質問に絞っていただいて全員が質問をドンと言っていただきます自分の質問を自分がしたい質問を前後左右の人何と言おうと気にせずいいですか、えー、要するに前の方の人は大きめのつぶやき後ろの方の人は叫ぶように言ってであんま長いのダメよだからこうだ誰ですかと誰に聞いてもいいですたった一つの質問全員がやってくださいいきますよはい三二一どうぞいやいやちょっと待ってちょっと待ってなにその無言は いきますよ3・2・1スタートはいこれでいい、はい、で、あのー、4人のパネラーはもう分かったでしょ、ねはい、で答えるようにで要するにこれ聞き分けられないというふうに思いますよね皆さんねところが聞き分けられるシステムができちゃってるのそれが一条高校が画期的に導入したスマホとシーラーニングの組み合わせってやつで何やるかっていうとはい質問全員スマホから打ってと。 スマホから打つわけですそれで発信ボタンをあの押した途端にザーッとあのスクリーンに出るわけですで一番何がいいかというと無記名なんですよ無記名だから極端な質問例えば茂木圭一郎さんに対して「すいませんその茂木さんその頭の毛天然ですか?」っていうのも出てくる。<laughs> 来るけども例えば河瀬直美という一条高校出身の映画監督に対して半年間も映画撮ってると途中で、ね「これ映画にならねえなと思うことはないんですか?」ってすごい質問が出るわけですよその時にどのように自分を勇気づけるんですかって俺でもそんな質問できないですよ <laughs> というようなことを拾ってで実際に答えてもらうというようなわけでシーラーニングとスマホと w i f i を組み合わせるとこういう生徒の方か児童生徒の方から情報を 教員の方にフィードバックするという、逆流させるっていうね、そういうことができるの。要するに ICT って、今なんかタブレット持たせても、結局見せたい画像を見せるだけになっちゃってるじゃない。それだったらテレビの方が十分じゃん。 逆流させるせ先生の方に、そのためにはシーラーニングっていうのが、まあ、有効だと、まあ、あの一条高校の,あのビデオとか見ていただければ、動画を見ていただければ分かりますので、ぜひえ皆さんの学校関係者であれば、スマホとシーラーニングを使うっていうのを覚えておいていただければと思います、今日すごいインフォーマティブな、ね、えどうですか、リソースフルな、あのーしね、シンポジウムだったと思います。どううもありがとうございました